ダイヤモンドバックスの投手、大谷に恐怖する。大谷、大谷、大谷、拭えぬ恐怖、密したら月まで飛ばされる、敵軍左腕の本音。ダイヤモンドバックスのジョーマン・キプリー投手は1日、本拠地ドジャース戦の6回に1塁で登板。大谷翔平投手を見逃し三振に仕留めた。同カードで3連投し、いずれも大谷の打席から登板。毎回のことだけど、特に3日連続となると、前日よりいい投球をしないととタフな仕事を振り返った。トレイロブロ監督は徹底して左腕を大谷に当てた。今季だけで9打席対戦し、1安打3三振と抑え込んでいる。アウトを奪うことができれば、間違いなく自信になるよねと振り返る。とはいえ、44本でリーグトップを独走し、史上初の43本塁打43盗塁を達成した大谷との対戦。難しいのは間違いないよ。ミスすると痛い目に遭わされる。彼は月まで飛ばしちゃうからね。常に月まとう恐怖。願わくばしっかりと狙い通りに投げるようにしたいと兜の尾を締め直した。毎回大谷と対戦とか、もう主要だな。ミスしたら終わりっていう恐怖がずっと付きまとってるのがやばい。マンキプリーはそのプレッシャーの中完璧に大谷を抑えてるからすごいわ。大谷、どうやったらマンキプライ打てるようになるの？大谷対策でマンキプライぶつけられて抑えられるの尺だから、もうマンキプライ出せないなと思わせるくらいにボコボコにしてほしいんだが。まさか6点差の6回に大谷用にマンキプリーを出してくるとはねえ。しかも完璧な投球で打ちようがなかった。ポストシーズンでは大谷に打ってほしい、やられていたのが不利だと思えるくらい強烈なの。大谷専用左腕としてのキャリア築きそう。大谷へのマークはさらに厳しくなることが予測されるけれど、後ろにベッツ、フリーマン他強打者がずらりと揃っているドジャース打線を、ずっとマークし続けるのはバッテリーも大変だろう。マンキプリー、毎晩大谷の夢でうなされてそう。